はいどうも皆さんこんにちは、ナオトです。さあ本日もですね、自宅のバーベキュー場で美味しい外飯食べていこうと思います。しかし今日ね、めちゃめちゃ暑い。たまらんね。そんな暑い中でこそね、がっつりうまいもの食べようと思います。で本日はですね、お待たせいたしました、みんな大好き、俺も大好き、牛タンでございます。こちら牛タン約 300g でございます。今回もね、厚切りにしてもらいましたよ。で今日はこの牛タンをどう食べるのかと言いますと、結構俺がね、あの牛タンの動画を出すと、それぞれ皆さんこう自分の好きなこう牛タンの食べ方みたいなのをコメントに書いてくれるんですよね。やっぱみんな好きなんでしょうね。で今まで俺がやってきたのはネギ塩レモンだれとか、あのタレに漬け込んだりとか、あとネギ油みたいな、そういうこう、タレにつけるような、液体につけるような牛タンをやってきたと思うんですけど、コメント見てるとね、やっぱ結構こうシンプルに塩だけでいきたいみたいな、シンプルに食べたいっていうね、あのコメントが結構あるんですよ。そこで今回は、塩にこだわってみました。こちらです。これね、自家製レモン塩です。まあレモン塩なんて普通にスーパーで売ってますけども、それをね、あえて自家製で作ることでより美味しく牛タンを食べられるんじゃないかっていうことでね、今回こちら作ってみました。ではまずこちらのね、自家製レモン塩の仕込みからご覧ください。では早速レモン塩を作っていきます。もう材料はそのまんまですね。レモンと塩です。まずレモンをカットしていきます。普通に輪切りで、最後の1個は乱切りにしていきます。もうこれ好きな感じで、こんな感じ。続きまして鍋いっぱいに水を入れて瓶を投入、蓋も、そして火を入れて瓶を煮ていきます。約5分ほど煮立たせたら火を止めて、よいしょ、これを冷ましておきます。で瓶が冷めたら、しっかりね、新品の布巾で拭き取ります。そこが遠い。そしたらこの中に塩、そこが隠れるぐらいまで塩を入れたらレモンを投入していきます。そしてさらに塩と、さらにレモン、塩、一番上に乱切りのレモンを入れて、さらに塩で蓋をするようにして、これで OK です。あとはこれを冷蔵庫に入れて、このまま1週間ほど漬け込みます。俺普段ね、瓶の煮沸消毒とかは全然やらないんですけど、さすがに1週間漬け込んだりする場合はね、清潔にした方がいいと思うので、今回は煮沸消毒やってきました。食べるのが楽しみですね。そして約1週間ほど漬けたものがこちらですね。これわかるかな、表面ここまで水分が来てますね。だいたいね、1日1回ぐらいはこう瓶ガチャガチャガチャって振って全体に行き渡るようにしてあります。市販のレモン塩みたいに仕上げるんだったら、ここからさらに塩だけ干して、水分飛ばしてサラサラにするって感じだと思うんですけど、もうね、我慢できないから食います。これでもうこの漬け込んでる1週間ね、もうほんときつかった、早く食いたかった。というわけで本日はですね、こちらの牛タン、そして自家製レモン塩で爆盛り漫画飯、この3つでやっちゃえ牛タンしていこうと思います。ではまず飯盒で米炊きの準備ですね。この飯盒の外蓋すり切り1杯で3合、内蓋すり切り1杯で2合です。今日は爆盛り漫画飯なんで2合炊きます。すり切り1杯2合、これ無洗米です。続きまして水位ですね。この飯盒の内側の下の線、この線で2合分の水、上の線で4合分の水です。水位が決まったら蓋をして、このまま30分ほど給水します。
ごとくセッ、アミセッ、ハンゴーセッ。よし、そろそろいいかな。ではこちら、火から下ろしまして、このまま15分から20分ほど蒸らします。はい、お待たせいたしました。牛タン自家製レモン塩爆盛り漫画飯でございます。ではこちらの焼き上がった牛タンにレモン塩をさささっと塗りまして、いただきます。やばい、最高、マジうまい。肉1枚で結構崩してしまいましたね、頂点の方を。まず牛タン超うまいっす。まあもう言わずもがなですけども。でレモン塩がね、そこまで酸味がないんですよ。酸味がないって言ったらちょっと違うな、まあ酸っぱさはあるんですけど、絞ったレモンみたいな、そういうこうフレッシュな、ちょっとキューってなっちゃうような、そういう酸っぱさじゃないんですよね。あれだけ酸味が強くて、まあ言うたらちょっと結構支配的なレベルでこう酸味の強いレモンが、なんかねすごいこう落ち着いてる。落ち着いてるっていうか、やっぱレモン風味の塩って感じになってますよね。レモン味の塩じゃなくてレモン風味の塩。若干の酸味はありますけど、塩とレモンで言ったら塩の味の方が上って感じですね。だからこそ牛タンの味がダイレクトに来てくれる感じで、これは大成功と言っていいんじゃないでしょうか。第2陣、ちょっと風強くなってきちゃったんでね、ちょうど焚き火も燃え尽きるとこなんで、さっさと焼いて食べちゃいましょう。茶がうめえ。熱々の牛タン食って米かき込んでお茶で流し込むのがたまんないっすね。ほんとなんだろうな、この酸っぱいって感じるほどでもない酸味、ちょうどいい酸味とレモンの風味。最初俺レモン汁とさ塩混ぜれば同じじゃねえのかぐらいに思ってましたけど、全然違うもんっすね。
はい、というわけでごちそうさまでした。完食でございます。ごめんなさい、塩は使い切れなかった。あー、えがったえがった、いい食事でした。ていうか一つ思ったんですけど、このねレモン塩、あの焼き鳥とかに使ったらめちゃめちゃうまいんじゃないかなと思って、まだレモン塩ねごっそり残ってますんで、まあ、もしかしたら今後また使うかもしれないです。まあその時はね、あの塩干してサラサラにして使えればと思ってます。普通にレモン汁と塩つけてこう食べるのとはまた違った味わいがあるんでね、興味がある方はぜひ自家製レモン塩を作って牛タン食べてみてください。というわけで今後もね、美味しい牛タンの食べ方をどんどん模索していきますんで、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとサブチャンネルの登録もよろしくお願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。